はい、どうも、ウヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、今日もね、ジムに行ってきました。やっぱね、もう今のとこ、週1ぐらいでしか行けてないですね。で、あと、もうね、ちょっとこの感じだと続けるんしんどいので、一旦ね、解約しようと思って、今月で解約するっていうので、ちょっとね、解約届も出してきました。やっぱね、ちょっとね、ジムっていうのが合ってないのかなと思って、まあなんかちょっとね、他の方法で体ね、ちゃんと鍛えれるような方法をちょっと考えようかなと思います。やっぱ向き不向きかなと思うんですよね。ジムね、ジムすごい好きな人は一日に何回も行ったりとかっていうのが、まあね、できる人はできたりするじゃないですか。まあ僕、到底それは考えられないんで、やっぱちょっと単純なね、トレーニングっていうのがちょっと難しいなっていうので、まあちょっと一旦解約して、ちょっと他の方法を考えようかなと思っております。まあ、結局ね、週1ぐらいでしか行かないんだったら、もう、市営のね、ジムとかでも別にもういいかなと思ったりもして、まあ、ジム行きたくなったらそういうのでね、行ってっていうのでいいかなっていう感じですね。はい。あ、で、ちなみに、今日はね、この格好でジムに行ってました。ティゴラのね、スパッツですね。はい。まあなんかこう、あんまここが見えるとあれなんで、ちょっとこういうね、丈の長いタンクトップでトレーニングしてました。はい。ということで、今日もね、もう連日、商品紹介になりますけど、今日はね、BVD です。BVD の公式から買ったものですね。もうちょっと開封していきたいと思います。とりあえず、今回買ったのが、まあ、メインで買おうと思って買ったのは、こちらの、パワーアスリートの、メッシュ素材のね、これは、マイクロビキニなんですけど、これね、実は、他のタイプのものも、まとめてね、はい、こんな感じで、マイクロビキニと、普通のビキニブリーフと、っていうのを、これそれぞれ、4色ずつで展開されてるんですけど、4色ずつ、合計8枚購入しました。こんな感じですね。黒と、これカラー書いてたかな。ブラック、ホワイト、ネイビー、BGR ってなんや。ブレ、BG、BGR、なんやろ。なんたらグレーかな。何やったっけな？カラー名忘れちゃいま、あ、書いてるか。これに書いてるか。あれ？伝票。あれ？伝票ないんかな？伝票が。あら、伝票はないみたいですね。あれ？出したっけ？どっかに。これ違うよな。わ からんくなった。伝票入ってないんか。そっか。まあ、なんて言ったらいいんやろ。ブルーグレーみたいな感じなんかな。なんやろ。まあ、とりあえずこのカラーです。はい。それの4色を買ったって感じですね。で、ああ、そうそう。で、これが、まあ、もう多分ね、生産終了でもほとんど量がなくなってたんですよ。なので、なんかね、最初は別にもういらんかなと思ってたんですけど、後々なんかちょっと、やっぱ欲しいなってなってきて、買ったんですけど、もうね、サイズがね、ほとんどなくて、このカラーのね、ビキニに関してはもう XL しかなくて、まあ、ちょっとしゃあないかと思っても XL で買いました。ちょっとね、サイズ合うかわからないですけど、ちょっと後で履いてみようかなと思います。まあ、ちょっとね、このシリーズ小さめの作りになってるんで、まあ、大きくても入るかなとは、フィットある程度はね、するかなと思うんですけど、で、まあ全部、僕、いつもは S サイズ買うんですけど、小さめの作りになってるので、全部、最低でも M サイズですね。基本、まあ M サイズで揃えたかったんですけど、こんな感じで。はい。M サイズですね。を購入してます。で、まあ、あとね、この アニマル柄の、
アニマル柄のこれね、ビキニ。これがね、新しく。これ前、4色っていうか4柄 ?4 パターンだけ先に出てたんですよ。それもね、ここにあるな。よいしょ。これもそうかな。あ、そうですね。これがね、最初に出てた、トラー、ボールパイソン。これなんや。あれ？クロコ、あ、これクロコダイルか。これがパイソンかな。パイソン。で、ヒョウ柄があったんですけど、また新しくね、このアニマルが追加されて、これか。キリンと、ダルメシアンと、これ何やったっけな？何やったっけ？ジャガーかな？と、あと違うヘビ。はい。この4色が追加になったので、またこれも買いました。このシリーズはまたちょっと改めてね、ちゃんと動画にしたいなと思ってます。はい。なので、まあこれはまた、いつか紹介します。はい。で、ちょっとじゃあ先に、あれですね。ちょっとこのパワースリートの、何からいこうかな。とりあえずね、この XL がちゃんと、こう、いい感じになるかどうか調べたいんで、これちょっと開けてみましょうか。形的にはね、マイクロビキニっていう名前で、販売されてますね。うん。これが、あれですね。XL のカラー名が BGR ですね。BGR です。あ、でもなんかそんな、めっちゃでっかいって感じでもなさそうですね。履いたらフィットしそうな感じしますね。じゃあちょっと一回履いてみますね、これ。あ、そっか。じゃあちょっと、一回あれやってみようかな。パッて切り替わるやつ。できるかな。せーの。はい。これ今。こう、位置をちゃんと揃えないといけなかったですね。僕ちょっと動いちゃったかもしれないんで、ちょっと今位置ずれてるかもしれへんけど、ちょっとね、合成やってみました。うまくいってなかったらね、ちょっと次はちゃんと頑張りたいと思います。はい、こんな感じですね。全然サイズいい感じですね。LL でこれってことは、これ S とか、まあ、S っていうか、まあ、M か。S はもうギッチギチだと思うんですけど、S で、M でも結構ちっちゃめかもしれないですね。全然ね、ダボダボってこともなく、全然、なんか全部 XL でもよかったんかなってぐらいの感じですね。なんか、これぐらいの方が履きやすいかも。全然で、ゆるゆるな感じもなく、多分、こう、ちゃんとサポート力もあるぐらいな感じになってるんで、他が多分めちゃくちゃちっちゃいんかな。これ他はちょっと、一回これの、どれかが M なんよね。M のやつ。これ M か。ネイビー。ネイビーがあるんで、これちょっと履いてみますね。そっか。次ちょっと頑張って、パッてちょっと切り替えますね。はい、じゃあこれを、これに変えます。せーの。はい。今回うまくいったかな。うまくいったような気がする。はい。ネイビーのね、M サイズをちょっと履いてみました。そうっすね。なんかね、やっぱり、ちっちゃい。M でもちっちゃいですね。まあでもね、嫌なちっちゃさじゃないです。まあ、なんやろ、小さめが好きな人はこれでいいんかなって感じですね。なので、まあ、そうっすね。僕で言うと、いつもの S サイズ履いてるぐらいの、まあ、ぴっちり感というか、ギチギチ感ですね。まあなんか、いいんじゃないかなって、感じですかね。これはこれで。まあなんか、やっぱ大きめでもよかったかなって感じもしますね。ちょっと、ここがね、なんて言ったんですか、こう、横に伸びちゃうんですよね。どうしてもちっちゃいと。で、ゆとりがあると、こう上にぐっと、こう、ハイレグな感じで、履けたりするんですけど、これね、まあこうやってぐっと上げて履いてもいいか。
まあまあ、こう、ギュッっていう感じですね。ギュッって感じってあれですけど、なんかこう、閉まってるって、こう、ね、収まりが、ぐっと、いい感じかな、これはこれで、はい。って感じですね。まあ、なんかでっかめでもよかったかな、全部。まあ、とりあえず、あ、じゃあ、ちょっとビキニの方も履いてみようかな。ビキニは全部これ多分、M にしたのかな。何色にしようかな。白にしようかな、じゃあ。じゃあ、この、これですね。スーパービキニの M。スーパービ、そうですね。はい。じゃあ、スーパービキニのこの M を履きます。よいしょ。じゃあ、行きます。せーの。はい。こんな感じですね。はい。まあ、これは M でもいいかな。M か、まあ L とかでもよかったかもなって感じですね。ただね、お尻が結構余裕があるので、これに関してはね、大きいサイズだとちょっともしかしたらダブつくかもっていう感じはありますね。まあでも確実に S だとちょっとギチギチすぎて履き心地あれかなって感じですね。これでも結構ちょっと股間は若干窮屈な感じあるので、これもまあ LL とかでもよかったのかな。まあここの幅がね多分変わってくるので、これに関しては。ちょっとね、こうスタンダードっぽい感じにだんだんね、こう上に広がっていくとなってくるんで、その形の兼ね合いって感じですかね。まあまあスタンダードっぽくても僕は可愛くて好きやから、それでも全然ありかなと思うんですけど。まあでも形いいですね。M ぐらいで。はい。そんな感じですね。はい。ということで、何ですよね。BVD の、ビキニを紹介させていただきました。これは、他のパワーアスリート、前のシリーズっていうか、このメッシュじゃなくて、普通の素材のやつも合わせてちょっとね、またちゃんと、紹介したいなと思っておりますので、また改めて紹介するかと思います。ということで、本日はご紹介じゃない。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。